皆様こんにちは、イートキンコングです。今日はこの調味料ええやんシリーズ、すき焼きのタレでございます。でまあすき焼きすると思うんですが、すき焼きのタレといえばこれですよ。砂糖、醤油、みりんです。はい、砂糖、醤油、みりんといえばそうですね、照り焼きですね。はい、もちろんね、すき焼きで食べていただいて少し余った時ぜひ照り焼きにしようし、これめちゃくちゃおすすめです。照り焼きといえば照り焼きチキンじゃないですか。パッと思い浮かぶのが照り焼きつくねとかねだと思うんですが、忘れてはいけないのが照り焼きハンバーグですよ。最近ハンバーグといえばデミグラスソースとか大根おろしの和風ソースとか、ちょっとおしゃれなチーズトマトソースとかっていうのがあると思うんですが、やっぱりね照り焼きハンバーグってめっちゃ美味しい。で今日はこのすき焼きのタレを使った照り焼きハンバーグいきましょう。少しこっちも使いますよ。はい、ではまずハンバーグの種から作っていきます。豚ミンチ 150g、 塩コショウです。玉ねぎのみじん切り1/4個分、牛乳入れます。大さじ1杯、ナツメグです。サンフリー、はい、これでよく混ぜます。はい、これで種完成です。じゃあハンバーグ焼いていきます。まずね、しっかりと空気抜きます。で形作って、いく感じ。はい、豚から油が出るので、ね、最初油引いてません。ひっくり返します。で、ポイントはひっくり返したら蓋です。蒸し焼きにしていきます。じゃあね、あのハンバーグを両面焼いてる間に照り焼きソース作っていきます。これがね美味しいよ。すき焼きのタレ、まあ、量はお好みでいいと思います。はい、これぐらいかけたい量ですね。はい、で沸かす。でポイントここです。これすき焼きのタレ、砂糖、醤油、みりん、基本照り焼きソースこれで OK、 このままいってもいいんですが、ここにねさらに今日はエバラでいきましょう。焼肉のタレですよ。照り焼きソースは、まあ、砂糖、醤油、みりんに、加えるならニンニクとか生姜入れます、ね、旨味をさらに出すわけですよ。でそれが入ってるのがもうこれですよ、焼肉のタレ。これ入れると少し美味しくなる。はい、沸きましたね。沸いた。はい、ここに隠し味で焼肉のタレ入れます。これが美味しい。でね、こう混ぜて、タレができたらここにハンバーグ入れます。はい、照り焼きの味をしっかり染み込ませていきます。で最後これかけながら少しね、ソースにとろみつけて完成です。水溶き片栗粉。これかけながらいきます。こういう感じ。
はい、とろみが一気に出ます。はい、こんな感じ。はい、とろみ出ました。すき焼きのタレで照り焼きハンバーグでございます。美味しそう。やっぱり照り焼きはチキンがいい方もいらっしゃるので鶏も焼いていきましょう。同じ作り方でいきます。はい、ということで今日はすき焼きのタレを使って照り焼きハンバーグご紹介しました。美味しい、おすすめ。はい、今日のポイントはこのすき焼きのタレ、砂糖、みりん、醤油でもう照り焼きの味がついてます。でね、ここに少し焼肉のタレ入れてください。これでより美味しい照り焼きソースになります。ご飯が進むこと間違いなし。はい、で最後にご紹介したこちら照り焼きチキンね、やったんですが、これもこうやってね置いとけば、常備菜にもなるし、翌日のお弁当にも使えると思います。はい、とにかくもうこれ味が決まってて便利なので、すき焼きでもちろん食べるんですが、それ以外にこんな使い方どうでしょうかというご提案でした。はい、今日の動画が参考になりましたらチャンネル登録と高評価、通知ボタンの方よろしくお願いいたします。それでは次の動画で会いましょう。イートキンコングでした。バイバイ。やっぱり照り焼きハンバーグうまいよ。